愛を込めて、永遠高広、美女爆発のお宝ショット大量放出にファン換気、前髪あり大優勝。エグザイルの高広、38が27日までにインスタグラムを更新。グループメンバーとの過去の秘蔵ショットを大量に公開した。この日、高広は、マキさんお誕生日おめでとうございますと記し。 同日に48歳の誕生日を迎えた牧大48を祝福。夏かシリーズ失礼します。笑いと続け、牧大を中心とした兄貴分たちとの多数の思い出写真を投稿した。牧大を中央に据えて高弘と明4人が爽やかな笑顔を見せる一枚目では、前髪を下ろした若かりし、高弘のやんちゃな下出しポーズが目を引く。 また、巻大が2018年3月まで火曜パーソナリティを務めていた日本テレビ系、情報番組ジップ、出演時とおもしき、三代目 J ソウルブラザーズフロムエグザイルトライブの都販披露美36を含む3ショットなどもあり、ファンにはたまらないお宝ショットのオンパレードとなっている。高広は、思いやりと優しさとユーモアたっぷりな兄さん。 また早く乾杯させていただきたいです。これからもご家族の皆さんと健やかな日々をお過ごしください。またこれからもいろんな場所でご一緒させていただけることを願っております。と敬愛の念を表し、いつも可愛がっていただき本当にありがとうございます。愛を込めて、と結んでいる。この投稿に対し、巻き台も、 高広本当にありがとうございます。嬉しくて、おテンション高ピーです。これからも色々と一緒にやりましょう。よろしくお願いします。と返信。時が流れても変わらない強固な絆を伺わせた。貴重な写真の数々に、フォロワーからは、うおーおう懐かしいねみなんな優しいパパだね。受け継がれるエグザイル e 今最高です。懐かしリーズが懐かしすぎてエモい、イケメン。 男前メンバー最高です。みんな若い。待って、高ピビジュよすぎ、前髪ありたい優勝、若広くん最強にかっこいいなど、歓喜の声が続出している。